めっちゃ遊んでる。ぽくちゃん。マクロクロスケ。フックか。まだ起きてたのってまだ8時やん。今日は難波に行ったんですけど、ちょっと用事があって行ったんですけど、ペンギンとすれ違いました。いやー、ワンチャンこの時間やったら会うかなーとか思って、んでなんかいつもお母さんが送るでって言ってくれるんですけど、でも今日はちょっと歩いて帰ったらもしかしたらおるかもなーとか思って歩いて帰ったら案の定いました。いや、おったらいいなーくらいの気持ちで行ったらおった。駅の方に歩いて行きましたわ。いや、あの人はもうすぐ帰るでしょ。彼女と会うんじゃないんやから。彼女とわざわざ平日に会わんちゃう。あんな服やし、さすがに。最近ちょっと爪が割れがちなんで、割れる前に補強しようと思って。めっちゃ割れるんですよ。私もほんまはあんまり塗りたくないねん、こういうの。剥がれてくるもん。
言われた爪くださいやって、言われる前に防いでるんです今。言われ日々入ってるから。黒島日々入りがち、いろんな意味で。家近かったら平日でも会える。わざわざ仕事終わりに彼女と遊ぶんか。え、爪と心じゃなくて爪と足やで。ヒーハイの勝手に心とか言ってあるけど、足の話ですよ。爪ってもっと分厚くなれへんのかな。人差し指は割れがちやからしっかりめにならない。今日は英語の時になんかイストリーゲーム、イストリーゲームちゃうわ、フルーツバスケットの英語バージョンやった。一発目から座れへんかった。あんまりガツガツ座るの好きじゃない。座るっていうか取る。ネイルはしない、したらダメ、拘束もあかんし、多分メニューにアラーム見せる。え、配信いけるよな。いや今日アミちゃんの生誕やったからかぶせたらあかんなと思って。うん、イストリーゲームじゃなくてあれ、フルーツバスケット。まあ椅子を取ることには変わりないけど。
日友達に可愛いって言われた。私動物に例えたら何？乾かし方。だってこれ一番効率よくない？お洋服の裾。髪の毛をちょっと触りたいけど触れないからくじで触ろう。危険なことをしています。いやー危ない危ない。よし、超危険なことしてる。しかもこれだと上の方しか解けない。もういいや、乾いてから触ろう。いや、この毛先をやりたかったけど、なんか私いつもウサギさんみたいやねって言われる。何かに例えられるとき。クマさんのあれはこれケンザンじゃないで。ケンザンって全く違うやつやで。剣山は調べたらすぐ出てくる。いや性格の話じゃなくて、なんか見た目で言われる。泣いてた時もなんかクマさんにウサギさんみたいですねってのんきに言われたり、今日もウサギみたいって言われた友達に。でも猫も言われる。なんか自分動物にあんま例えられたことない。あるけど、猫。ウサギか猫って言われることが多い気がする。そもそもあんま言われへんねんけど。 MBTI そんなめんどくさいことするわけないじゃないですか。知ったところでそれを誰かに言おうとは思えへん。だって、あ、この MBTI ならこういう感じの子だよねとか言われるのめっちゃ嫌やから絶対言わんし、しもうめんどくさいから。めっちゃ前、小学生の時にやったことあんねん多分、けど覚えてないねん。そんな流行ると思ってなかったし、割と長時間直射日光に当たりながら友達とやってさ、 2,3 人で。やった記憶はあるけど何か覚えてない。だって小学生の記憶やもん。覚えてない。お怒りですね、ポコさん。アライグマ？さっきまで猫って言ってたのに。性格の話じゃなくて見た目の話だけど。でも私も動物に例えるとき性格まで含めて言うタイプだから、いきなり例えてとか言っても知らんがなってなる。なんか仲良くなってこういう人やって分かってるからこそこの動物かなって思う、まあ、ペンギンみたいに走り方とかやったらもう病やけど、まあ、クマさんみたいにクマっぽいはまあそうやけど、リス先生も割とちっちゃいからやけど。だからいきなり例えてって言われても全然分かれん。いや
顔がめっちゃ動物っぽかったらいいで、それこそなんか優しそうな顔してるからクマとか、ちっちゃいからリスとかやったら分かりやすいねんけど、なんかもう普通の人間やったら分かれに加えて性格も知らんのやったらもう何とも言われ、なんならマスクとメガネなんかされたら余計に分かれっていうのが多々あります。割れへんかな。ペンギンさ、すれ違う時さ、めっちゃ笑ってた。もう私はだいぶ遠くから見て気づいてたよ。前方から歩いてくるあの人間は絶対ペンギンやと思って。人間はペンギンや、やばいな。なんか服もそうやし、体型もそうやし、歩き方もそうやし、なんか所作も含めて全部そうなんやけど、マスクの付け方と絶対ペンギンやんと思って見てたら案の定ペンギンはだいぶ近くまで行ったら気づいてた。私はもう遠くから気づいてた。いや、そもそも今日一日学校行ってるからさ、学校行った後やからその服も知ってんねん。からもう今日はあの色の服やったから絶対合ってるなっていうのは分かってたし、あの横幅とあの縦幅と等身とメガネとマスクの付け方と、もうその見た目の時点でもう絶対ペンギンやって思ってて、かめっちゃ似た人なんかなって思ってけど、もう歩き方と所作を見たらもう絶対ペンギンやと思ってほぼ確信で近づいていた。わあ。絶対ペンギンやなと思ってたけど、ペンギンは近くに行くまで気づいてなかった。まあ私は制服やしさ、いつもから気づいてないやろけど、歩いとったらやっと近くまで来たら気づいて、私も見てたからなんか笑われた。何が思うね、それ違っただけ。先生鼻マスクの時多い、鼻より下にマスクつけるやつ、あれ意味あんのかな。いや飛沫は飛ばんと思うけど、鼻防いでないからあれやけど。ペンギンソロ、あの人歩くの早い。知ってた、歩調合わせれる男の人っていいお父さんになんねんで、ペンギンは合わせられないからいいお父さんにはならない。今読んでる本がいい感じになってきた。次何読もうかな。これ読もう。どういうこと？ペンギンは両足。
両足と火なわけないやな、両足飛びやな多分。どういうこと？あ、両足で飛んで歩いてるってこと？実際のペンギンも別に両足飛びじゃないしな、片足ずつでちでち歩いてるし。やんな。この前円周率がようわからなくなってきた。 3.1159265593589926533279や。3279504884191971。なんか数学の時にさ、円周率の話になってさ、なんか急にゲシュタルト崩壊した途中で。3.1159253589932386じゃあ3723279502888。3.1159253589932386932794881。そうや、何桁やろ。1234567891011121223241924252627289401。知らん、唱える。41桁。円周率覚えれんのに元素記号とか覚えられへんねんほんまに。リチウムとかって覚えやすいけどさ、もうもろ入ってるから。お姉さんっぽい服と髪型ちゃんストレートでした。髪伸ばすんですよ。訪れ？そう、 ZN とか覚えられへん私いつも。何やったっけ、鉄？覚えてない、そこらへんやんな、金属系やんな、亜鉛か。なんかそこらへんがごっちゃになる、鉄と亜鉛と銅はさすがにわかるけど、銀とかあそこらへんが混ざる。今日はみひなちゃんとみおちにお誕生日プレゼント渡した。もうずっと劇場のロッカーに置いててんで全然終われへんくてさ、やっと会えた。仕事で使ってる。何の仕事ですかそれは。それを使う仕事、検査器具を使う仕事とかあんのよ。でもあれは知ってんで、あの建築のSR とか SRC とかわかる。それしか知らんねんけどな。SRC しか知らんねんけど。鉄筋、鉄骨、鉄筋、コンクリート。円周率は使わんよな。そりゃそう。41桁も使うことないって。ファイヤーし。うん、それだけ知ってる。SRC だけ知ってる。謎に。約 3?3?3 になったん。もうそりゃ3になったのは知ってるけど、あなたたちの時代で 3?3.14 じゃないん。私の時代 3.14 やった。 SRC も使う。建築？水道とか？え、気になる。あなたのお仕事、え、3世代じゃないで。私の何個か下が3世代。平安くんって何？鉄はよく触ってる。ああ、確かに。確かに。まあ、握手会で答え合わせよう。そうですね。握手しながら職業言う、おもろいな。それだけ言って終わるんやろ。じゃあおもろいやん。僕の職業は何々です。ありがとうございましたってことやろ。めっちゃおもろいやん。
申し込み忘れたらあかんで、明日の12時まで。すごいね。のろし、あーげたあげたあげてないけど気持ちはあげた、気持ちはな。あさってか、え今日木曜日か、やば。明日じゃない、明後日の服は、明後日はカチューシャ、決めた決めた。締め替えとオンラインは行きます。わかめしました。職業欄作らな、おもろい。やった、提供してくれんの。水やばい。いやー、なんか水着ってさ、なんか投稿していいんかなってなるくない？若い子がやってたら。別に黒島そこまで抵抗ない人やからさ、あのあまりにもやばかったらせえへんけどさ、可愛いレベルやったらさいいかなって思うけどさ。でもなんかあの同期に見られたら気まずいのと、先輩に見られても気まずいのと、大人に見られても気まずいからせえへんけど、なんかな重くない？なんか別に自分はいいじゃないけど、誰に見られても気まずいから結局せえへんねんけど。後輩も嫌、みんな嫌別に何の関係もない人に見られてもいいけど、知人に見られたら気まずいあ、知人に含まれるのがだからあれやね、私の アンジュさんは一番あかん。いや、オタク以外じゃない。だからプライベートで黒島と会える人間のみ。見るおじさんたちも気まずい、おもろいねんけど、ファンの人は別にいいよ。なんかなんやろな、本質的に黒島のことを知らないからいい。いや別に知人やからって知ってるわけじゃないけど。プライベート、ペンギンには見せない。あ、どういうこと？プライベート、ペンギンには、プライベートをペンギン先生には見せないってこと？私のその場合のプライベートっていうのはどういうこと？そのまあとりあえず見てアンジュさんにプールに誘われたら、え、絶対行くけど恥ずかしいから誰か誘うプライベートで会える人、プライベートで、ね、どういうこと？あ、ペンギン、要するにペンギンにその写真を見せてもいいかってこと？いやいやだってなんかあの人やったら、ようそんなんできんなって言われそうな気するから嫌。アンジュさんに誘われたらそんなん行くしかないやん。いや別に見せてって言われたら見せるけど、基本嫌。どこまでいけるやろ。親は嫌、友達は、うん、仲いい人やったらいい。なんかじ、なんやろ、絶妙な距離感の人はちょっと嫌かも。なんか挨拶するし全然話すけど一緒には遊べへんみたいな人はちょっと気まずい、あーってなるから嫌。 やけどめっちゃ仲いい子やったらまあいいかなって感じ。先生らは、よう喋る先生らやったらいい。自分の学年の先生やったらいい。先輩は嫌やろ基本全員。後輩も嫌やろ、同期も嫌やろ。いや大人になって別に投稿しててもおかしくない時になってからやったら別にいいけど、
それまでに見せてって言われたらちょっと、いや大人が一番気まずい。なんかなんか気まずい。アンジュさんに誘われたら絶対行くよ。インスタ始めてから、あ確かにインスタはそういうのが多いって聞いた。私はインスタは入れたことないんですよね。アンジュさんのやつをどうしても見たかったから一瞬だけアプリ入れてん。アカウント作ったんかな、作ってないか覚えてないけど、なんかとりあえずアンジュさんの見たいから入れてみてん。けど結局なんか見方分かれへんしめんどくさいしいいやってなってもう使ってない。消したんやったっけ。なんか公式のアカウントも別に持ってないしいいからなと思って。だって小学校からここおったらさ、もう入れるタイミングないって。X の方が開く。だって自分のアカウントあるから噂するやん。どうせ別に開いても頻繁に何かが投稿されてるわけでもなければ、その TikTok を投稿しました楽しみましょうみたいなやつと、ショールーム配信が始まりましたみたいなやつと、なんかそういうのばっかりで別に見ても何もない感じやけど、あと自分のアカウントのフォロワーが1人減ったとか2人増えたとか5人減ったとかは見てるけど、インスタは見ひん。めんどくさい。めんどくさいし、公式のアカウント持ってないから裏垢とか言われるのめんどくさいから絶対やらん。ほんまに私何もやってない。誰が何と言おうとそれだけはやってないって言えるように、ほんまに何もしてない。だってなんか言われたらめんどくさいやん。毎朝のポストが、あれはね毎朝ですね。インスタはめんどくさいな。それで地味に真面目やから、本質的には多分真面目やね。だから研究生時代の前髪切ったらあかん時も一回も切ってなかったし、でだからあの前髪成長日記をつけてて、私は切ってませんよアピールをしたかったから、私は何があっても切りませんっていう。SNS もし裏垢なんか作っても別に何もやることないやろ。何するん逆に。なんか見たいポストがあんのかな。な前髪切ったらあかんのなんでやろってずっと思ってたけど、そういうもんやから切ってなかった。だから短く切ってもらった時はパッツンやし、伸びてきたら流すし、もう伸びて鼻くらいまで来ちゃったとかなったら前髪なくすアレンジもしてましたね。懐かしい。やし美容室も連絡してからとか。インスタはもう消した。もうアンジュさんのも見てたけど、たまーに Google で調べてみるくらいでいいかなって。なんてめんどくさいもん。自分のアカウントあったらやるけど。それでそういうのだけは守ってきたから。だって別に破っていいことないもん。前髪は逆にいいものやと思ってた。切りたいけど邪魔やから、特にここら辺の時一番めんどくさい。やりたかったけど、もう逆に切られへんから私は伸ばそうと思って分けて遊んでた。だからみおちの固定ヘアみたいなのしたり、あれはあれで楽しかったな。幼い感じするし、なんかこう止めてるのとか若いなーって思う。あれは良かった。去年の
8月頃とか三好の固定派とか言ってたんじゃん。前髪なかったはず。夏休みの後半で着るんやろな。だって8月末に初日やったから。TikTok はな。え、どうする？コメント解禁になったらコメントを表示する？いや、コメントあった方が伸びやすいんやろうけどさ、私エゴサとかめっちゃするタイプやからさ、フィルタリングするのめんどくさいし。フィルタリングしたことないから知らんけど、なんか民度がな。でもなしはなしで思んないねん。なんか私も今読んでる小説の中に出てくる作家さんみたいにエゴサとかせえへんタイプやったらいいんやけど、全部明かさない派。私は全部言っちゃう派。解放いいけど、それで黒島が荒れても知らんでって感じ。 DL って何？たまにする。めんどくさない？まあ解禁したらいいんちゃう。暇つぶし。中国に通報。なんで中国に通報？いや、嵐はいいけど、だって99人がいいって言ってても1人がなんか言ったらやむやん。別にやむほどでもないけど、1回やったらいいけど、それが何回も続いて全部のコメントとかやったらめんどくさいやん。で、わざわざそれを非表示にするのもめんどくさい。中国の会社やから。なるほどね。それで TikTok はな、若い人に多いのと、なんやろな、ちょっとな、低いよなっていうのはずっと前から知ってたけど。コメントそれされんの何が嫌ってさ、別に自分はまだいいねん、自分一人が見るとかやったら。けどさ、あれやねんな、同期とかにコメント見られて、そのなんかめっちゃ嫌なコメントばっかり溢れてたら気まずいから嫌。いや、だからさっきも言ったように、かわいいかわいいかわいいで99あったとしても、1変なコメントがあったらそれで全部生まれんねんって。それに全部持ってかれんねん。バッドマークをしたくなる。なんか他の人の、自分じゃなくてもやつでもさ、なんか絶対その人のことちゃんと性格も何も知らんくせにさ、変なこと言ってる人見たらさ、バットマーク押したくなれへん。自分のじゃなくても、メンバーのでもそうやし、全然知らん人でもそうやけど、あなたは何を知ってるんですか、この人のこと全部理解してるんですかって思う。だるない？全部理解してから言えよってなる。で、その人に限ってどうせ顔合わせしたら喋られへんくなんねんで。言うなら直接言えばいいのになって思うけど、そういう人がいっぱいいる世の中なんですよ、この世界は。そうやね、わかる。バットマーク押したくなるよな。だから逆にいいね押したろかなとか思うねんけど、してない。だってそれをもしペンギンとかが見てみ、鬼気まずいで。メンバーはさ、なんか多分そういう経験あった人もおると思うからさ、まだいいけどさ、ペンギンとかってめっちゃ気まずいねん。同じクラスの子とかめっちゃ気まずいで。
そういうのあったら気まずいで。学校でたまに英語さしてるしな、イントネーション。逆にいいねっていう煽り、なんかこの子キモいみたいなやつに逆にいいね押したくなる。バットマークがないから押したくなんねんな。見ましたよっていう私はちゃんと見ましたからねっていうやつをしたくなんねんしていいと思う？おもろいよなしたくなる。してやろうかな。あなたのコメントしっかり見ましたからねってあのちゃんとそういう人アカウントまで見に行ってるから、いいね何も公開にしてないかなとか、再投稿何してんのかなとか見に行くからなだから名前とかもちゃんと見てるから、あなた見ましたからねっていうアピールしてる。見ましたからねボタン、おもろい、やってほしいわ。確かに別に良くないんやったら良くないってわざわざ書かんでいいのにな。思んなかったらスルスルしたらいいのに。だってそうやん、あなたのコメントをちゃんと本人が受け取りましたからねって言いたくなるね。いやメンバーからのいいねは普通にいいねって思ってる時もあるし、だからそれのパターンもあるから、どっちにしろ2個欲しいかもな。普通にいいねの時とだるいねー、だるいねーといいねーが欲しいだるいねーといいねあったらいいのに、おもろいやん絶対。ま、何はともあれ明日は国語があって、しかも1時間目から国語で、しかも体育はなんか保険に変わったので、もう私は嬉しいです。もう目の前にある幸せだけを見て生きていきます私は。しかも今日はみおちとかも、私劇場に入った瞬間にみおちが走ってきてくれたのが嬉しかった。かわいい。もう私は些細な幸せを噛みしめて生きていきますこれからも。可愛くない？みおち可愛い。いいやろ、メンバーの特権やで。ランキング読みます13位てつみやさんありがとうございます。12位オレオズさんありがとうございます。11位まきこさんありがとうございます。10位小さな恋のメロディーさんありがとうございます。9位やらけんちょびさんありがとうございます。合ってる？合ってるな。8位まちかねくきたるさんありがとうございます。7位たかしさんありがとうございます。6位ん5位すぞさんありがとうございます。4位とっしーさんありがとうございます。3位ぽんさんありがとうございます。2位だてちゃんさんありがとうございます。1位ジョンさんありがとうございます。よし、ありがとうございました。よりし先生になんかまつげ伸ばしたって言われた。まつげ伸ばすって何？伸ばすも何もいつもこれなんですけど。
アンジュさんの好きなチョコレート何やったっけ。なあ、まつげなんか伸ばそうと思って伸ばせるもんじゃなくない。私まつげくせえへんし。だってあれ抜けるらしいやん。デルレイヤ、そうや、プラリネは知ってんねん。デルレイヤ、え、なんか今日高島屋見たけど、見たっていうか調べたけど入ってる？ほんまに。じゃあもう一回調べるわ。どうせもう一回行くし。クリアナなら知ってる。あの捕食シーンえぐいやつやろ、パカって。かわいいよな。でもあの真ん中に行くにつれてあったかい色になっていってる体がかわいい。次に毛上薬、毛上薬、とりあえず何もしてない、いつも通りなんですけどね。気配薬、確かに何のチョコでも好きそうやなとも思ったよ。けど私は今日もう諦めて帰ることを選びました。その結果ペンギンとすれ違いました。なのでもう何でもいいです。いや、ワンチャン会うかなーって思ってた。リス先生、まつげそんなしっかりやなーって思ったタイミングはないかも。目は大きいなーと思うけど、まつげやなーって思ったのは、はい、黒島レーン早め集合らしいです。皆さん髪伸びた、だいぶ伸びた。今日フルーツバスケットの時にリス先生のこと好きな人でちゃんと動いてあげたっていうのに疑いやがって、もう知らん。嫌い。5人くらいしか動いてなかったね。動いてあげたのに、わざ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 動いてあげたっていうのに、ね、うん、5人。いや動かん流れやって、もうノリで全員動かんかってん。でもあんまり空気読むの得意じゃない子が立ち上がってん。でその子一人が立ったらその子があの絶対負けちゃうから、じゃあ私もっていうのがあと4人くらい動いて、そう動いたっていう。全員クラスは40人くらい。めっちゃ多ない？狭い教室。あ、もう終わってしまう。言ってあげたのによ、疑いやがって。もう絶対動かんからな。さよなら。5月40。ああ、40分の5か。日付で読んでしまった。どういうこと？と思って。5人しか動かんかった。